ほら。おお、上にいたのか。中入れるよ。やったー。どうなってんの？ワインだ。オリジナル、オリジナルだ。オリジナルワインポット。いや、ありがとう、マイシャ。なんだこれ。お、なんか変なペーパーのゴミ。マイシャが捨てたゴミじゃない。いい、いらないからゴミだから。ちょっと貸して。いい感じ。それ A からちょっと貸して。ゴミだけどちょっと貸してそれ。捨てるんでしょ？そう。ゴミネがもらう。バイちゃんのゴミネがもらう。ちょっとここにね置きたかったんだよ。そう。さて、はい、どうしたもんかね。したもんか。だから1000万ですよ。1000万じゃ少なすぎるだろう、さすがに。でも、それはどこと比べて安少ないって言ってる、ね、まあなんか平均的にな噂でそれだと。でも噂ですよ。どうして？どうして？じゃあ、じゃあ分かった。分かった。はい、君に車を一台あげよう。バイシャンが乗ってたやつ？うん。バイシャンが乗ってたやつ？乗ってたやつ。うん。え、くれるの？ねねね。あげよう。しかも積載量が でかいやつ。どうだ？積載量がでかいやつは便利だな。うん、めっちゃ便利。え、でもパイシャンが乗ってたやつだね。そう、私の持ってる、私が乗ってたやつだね。欲しい。最近私はその、あんまり車で荷物を運ぶことも少なくなって、おかげさまで、うん、こうやってまあ物を持ってきてくれたりもするしね。うん、うん、だから。どのくらい重りになられたんですか？結構乗ったと思うよ。結構乗ったの？結構乗ったと思うよ。ランポで、ランポ。え、欲しいねね、ランポあるとすごく助かる。うん。私のランポを、まあ、カスタムしてないけど。会社のランポ？私のランポ。会社のランポ？私のランポだね。ワンダーマーさんのランポ？そうだね。わあ、それまいった。欲しい。
それと一それうんそれと1000万でどうよ。じゃあ1000万いらないかも。あ、ランポのお金だけでいいってこと？うん、十分すぎる。パンシャンのランポ。うん。欲しい。いいよじゃあ。で欲しい。じゃあそれで決まあの手打ちでいいじゃ。うん。OK。じゃあ分かった。じゃあそれ一応フルカスじゃないから。中身と状態確認して送るよ、うん、この後。分かった。え、分かった。え、本当にいいの？いいよ。やった。出た。あれ、いないな。あれ、ねねまるがいないな。あ、ねねまる、しまった。え、ばあちゃん、あ、待って、ばあちゃん、ばあちゃん、ねね、誰その女、誰、遅くなりました、じんぺい、おはよう。ねえ、誰、ねね、まるっといないなって。ねね、まるっといねえな。全然まるっと、もりっと姿が見えねえなっつってな。うん。ないんだよ。だからちょっと、送ってあげるよ。ほんと？いいよ。今日、ばあちゃん、機嫌いいの？いや。なんか今日、すごい優しい。いつも優しいけど、ふとかに優しい。そうか？気のせいだよ。え、もしかしていつものネネよりこっちの変装のネネの方がタイプなの？いや、そういうことではないね。違う。うん、全然そういうことじゃないな。そうじゃない、なんかいいことあったんだ。いや、別にこれと言ってないな。ないの？これと言って特には、特にないの？これと言って特にはないな。いや、ちょっと乱歩をね。あ、バンさんの乱歩？そうそうそう。ボロボロ。ちょ、まずいな、これボロ。バンさんの乱歩。ちょ、まずいな、これボロボロだわ。ボロボロ？うん。直さないと。見えるよ。いや、直さないとこれダメだ。バンさんのためちょっと出張で直してもらおうか。そしたら、うん、うん、おお、ヘリが4台もある。警察ヘリね、うん、おおおお、いい、パンさんが乗ったランプ、ああ、そしたらこれ直したら送るよ。わかった。うん。え、じゃあまだ一緒に入れるってこと？いや、ね、そ、そうか、どこに送ってほしい？じゃあこのまま行っちまえばいいか、うん、いやでも足がなくなるな。じゃあねんねが送ってあげるよ、バイクで。車かバイクで。あ、そう、まあいいか。楽しいね、ワンちゃん。そう、そう？そら何よりだね。やったー。そら何よりだ。ねね、めっちゃ嬉しいよ。あ、めっちゃ嬉しい？めっちゃ嬉しい。いや、素材もらえてこちらも助かるよ。
嬉しいな。嬉しい。あ、嬉しいんだね。だってワンちゃんが乗ってたランプをねねにくれるなんて。これはでも1年ぐらい乗ってんじゃないかな。そんなに乗ってるの？マサさんどうすか最近。いや、それがね。風邪ひいちゃうから吐きなよ。お兄じゃねえよ。あ、おっとっと。最近上々ですよ。あ、そうなんです。どうですかそちらは。全然来てくれないじゃないですか。ああ、カレー屋ね。で、人がいないような気がして。だいぶいますよ。うん、ラルさんも全然連絡くれなくなっちゃって、寂しいじゃないですか。え、だってなんか何です、ラルさんの腹の中が見えませんみたいな。なんか変に連絡して。腹の中は見えないでしょうよ、ラルさん。変に連絡してなんか、ね、あれするのもあれかな。おー、なるほど。今度スカイダイビングやりましょう。それこの前もおっしゃってましたね。はい。それはどうやって、それ面白いんです、普通のスカイダイビング。あの戦闘機で、うんうん、オッケーでーす。ありがとうございます。チャッパーで上空 1.25 キロ行って、うんうんうん、そこからパラシュートで。で、おしまい？はい。寂しいじゃない、それだけじゃ。あ、でも俺があのインストラクターで。ほうほう。あの、一人乗りなんですよ。ほうほうほう。だから手錠で連れてくんですけど。あら。完璧な着地？それ手錠じゃなくて、なんかおんぶとかでもいいのでは？いや、それがあの、なんか見えなくなっちゃうんですよね、景色が。ああ、そうなんだ。いろいろ試してますよ。ほうほうほう。ワンさんが手錠してくれてもいいっすよ、俺。私が手錠すんの？はい。インストラクター手錠したらダメじゃない？いや、もう、だからワンさんがパラシュートせてる。おー。ちょっとずつ近づいてきてる。そう。そのようですね。そのようですね。どうやらそのようですね。そのようか。なんか、さっき感じるな。どうした、どうしたのねね。どうしたの。喋んなくなっちゃったから。いやいやいや、あのちょっと喉絞ってて。あ、そうなんだ。うん、なん、どうしたの。なんかちょっとなんか殺気を感じるってラルさんがおっしゃってたけど。なんだ、わかんない、殺気ってなんだろう。ラルさん大変そうですね。いやいや、全然大したことないです。全然大丈夫。あ、てかあれ行くっすわ。何です。シャノール。ああ、ぜひ遊びに来てください。オープンしたって言ってくださいよ。ああ、それが私なかなか私が関与してるっていうのをオープンにしない方がいいかなと思いましたね。あ、そうなんだ。ええ、まあ市民の人は怖がるでしょう。はいはいはい。だからまあ私はそういう経営の方には携わってるけど、基本的には関与しないようにしてるんです。なるほど。だからまあ今度そこで飲みましょう。おお、いいですね。じゃあ、はい、普通のどうしようかな。ちょ、今お話中だからさ、私がごめんごめんごめん。ちょ、私が今話してるから、私よりなんか前に出たらちょっと、うん、ごめんごめん、びっくりしちゃったから。すいませんね、なるさん。いや、俺はあの基本的に暇なんだよ。ああ、本当に。ワンさんの実はね、すごくいいキャストをね、一人スカウトしようと思ってまして、ね。あれですか。違いますよ。キャストです、キャスト。女性ですよ。え？すごくいい、この街でもすごく人気の。はい、ある女性をね、はいはいはい、あのキャストで雇いたいなと思ってましてね。誰ですか。まあそれはお楽しみですよ。人気のある女性、手やんでいいか。いやいやいや、もしかしたらラルさんはまだお会いしたことがないかもしれない。マジですか。ええ、楽しみにしておいてください。じゃあ1年も拝んでみたいですけどね。そんな街の人気な女性、1年も拝んでみたい。遊びにおいで。うん。ではこの辺で。ありがとうございます。
失礼します。確かにシリも溺れるそうでいいっすね。よいしょ。はいはい。あ、でもこれどっちにしてもあれだな、一回駐車場戻っちゃえばいいんだ。気になるかね、その女性。気になる。気になる。気になる。ねね、あろ。いや。この車じゃ助けられないだろ。多分おそらくあれは合同でやってるアンブレラとノーリミットだろうな。合同でやってるところに助けに入ったらなかなか面倒くさそうだな。ここでも出せないよ。え、出せる。あ、出せないか。共有じゃないからか。その場合どこに行くんだ。ここで映してみて。ねえねえ、どっかのガレージ入ってるやん、ね、マンションに。はい。そしたら多分さっきのところに戻んじゃないかな。じゃあ長く一緒にいれるね、マンション。そのようだな。いいね、それは何より。ね、あるわ。あるある。したら、レギオン行く、あ、さっきの駐車場でいいか。いやー、でも助かったよ。ありがとう。また頼むよ。また頼んで。うん。おお、よかったよかった。出せた。じゃあそれで今回の手続きということで。ありがとう、マンション。いやー、こちらこそありがたいよ。またよろしく頼むよ。だからあまりにもこう安すぎるとね。ん？もし、あ、すいません、お話し中。はいはい、なんでしょう。もし犯罪者の方とか指名手配でしたら少々今からそこのコンビニ騒がしくなるのでっていうご連絡。ああ、わざわざ、ご丁寧にどうも。警察とか来た時にめんどくさいので。ああ、大丈夫ですよ。こっちに絡んできたら殺すんで。見ない顔だな。まあ、顔見えないけど。半グレかな。どうだろうな。じゃあ、うん、私はこの辺でおいたまするわ。あのランポで帰れるでしょ。帰れる。うん、気をつけて帰るんだよ。え、気をつけてね。はいよ。うん、またね、マイさん。はいはい。いやばいやばいやばい。あのさ、危ない危ないよね。危ないよね。怪我して病院、病院行く。病院行くんだ。病院行くんだよね。ああ、痛いよな。痛いよね。あ、ごめん。病院行こうじゃん。ちょっとアイファックス飲んで。アイファックス、アイファックス飲んでくれる。ちょっとアイファックスを早めにガブ飲みしてもらう。ちょっと、いや、アイファックス飲んで、アイファックス飲んでもらっていい。あ、おっとっと。あ、伊豆院のぼるさん、あの、ちょっとこいつ一旦来とるから、そっちの方で。おや、マクドナルド。もう大忙しじゃねえか。おはよう、ももみ。おはようございます。どうされました
なんだちょっとマクドナルドさん、お大事に。ややこしいな、これ。ややこしいな、これ。何がややこしいんだ。マクドナルド、ズイン君、マクドナルドは、警察じゃないし、今からちょっと我々の方で話して。警察じゃないわけのわかんない話だよ。警察官ではないです。警察ではない。警察と仕事があるって言ってたほんで、バンダーがお前は逮捕だ。なんでだよ。お前だって永久指名手配だろ。なんでだよ、おっさん。おぉ、ちょっと、おぉ、おぉ、今忙しいんだよ。忙しい、こっちも忙しい。おぉ、おぉ、ありがとう。おぉ、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 バンダもお前。なんだよ。歩けるよ、マクドナルド。ちょ、マクドナルドは、こっちで話がある。マクドナルド。ああ、すまない。ああ、すまない。で、これどうおいおい、バンダもマクドナルド取るだって。動けるそれあれですね、コントロールの筋肉。なんでだよ、なんで動けねえんだお前。ああ、よし。ああ、動けたよかったよかった。ああ、ありがとうございました。カオスだ、本当に。鉄王じゃねえか、久しぶりだな。とりあえず、署に連れてこう、ボイラー。ちょっと署までいいですか。いや、なんか、怪我人。怪我人怪我人運んできたんだよ。ああ、ありがとう。怪我人運んだ、あいつも怪我があるけど。いや、普通に、ちょ仕事を。ああ、なるほどね。うん、このオレンジの人は？俺は友達。ワンちゃんの女？仕事。違うよ。違う。仕事を、ビジネスパートナーだ。ビジネスパートナーだ。え、ビジネスパートナーだよね。本人は違う。ビジネスパートナーだよな。ビジネスパートナーだよな。違うっぽいよ。え、どうなんすか、オレンジの人。ビジネスパートナー。ビジネスパートナーだよね。飛んでるよ。大丈夫、言わされてない？はい、よろしくお願いします。鉄を。鉄を。あ、バンちゃん。あまり私を怒らせるなよ。あ、ほら呼んでるぞ、ばあんちゃん。ばあんちゃん呼んでるぞ、早く行かないと。ばあさん、病院の前で変なことしないの？してねえよ。どいつ、どいつもこいつもうるせえ。乗るな、ほんで。降りろ。降りろ。ばあんちゃん、病院の前で大きい声。降りろよ。降りろ。この人誰？知らない。どいつもこいつもねえねえ、あんなところで私の女なんて言うんじゃないよ。運も運も一緒だろ、運もすんも。あんだよ、うるせえな、おめえ誰だ。おめえは誰だ。俺は伊藤ペイン、黄金の風だ。ああ、茶風か。なあ、アタックしないのもう。茶色いの。ここだけ。今それどころじゃないの。大事なお話してるな。おら、目に関係ねえだろうが。一大事なの今。じゃあ切って、心なきじゃあ切って。なんでだよ。心なき殺人見たんだもん俺。うるせえ。うるせえじゃん。くっそ、どいつもこいつもどいつもこいつも。ヒントが続く。ミネライトマンション。ランプガスだもん、ランプじゃねえや。ビジネスだけなの、ビジネスだけの関係なの。カマチョ舐めるなよ。いやだからとりあえずああいうね、あなたああいう場所ではさあるじゃんよ、そういう、そういうさ。いやいや、あるでしょうよ、ああいう場所ではさ。ねえ、ああいう場所では。何？秘密の関係ってこと？秘密の関係、仕事って言ってもね、秘密って言っても危ないでしょうよ、だって。
そうでしょうよ、だって私と取引みたいな感じになったら、ネネが困るだろ、だって困るかな、困ると思うから、私がだからそういうのも本当にすぐこの町の子はね、噂好きが多いんだよ。そうなんだ。そうだよ、そういうバグ。みんなの前ではビジネスパートナーって言うね。ビジネスパートナーって言って、それは悪いんだけどさ。なんかそうしよう、うん、やだやだやだ、なんかまたげね、あんだよこの野郎、ヒップだけ切らせまたげないんだけど、やだやだやだもう楽しいね、本当にこの街は、この街は楽しいね、この街に来てバーシャンに出会えて本当に良かったよ本当に良かった、そう本当に楽しい、そうか、それは何よりだよ。すごく楽しい。よかった。こんなデート経験したことないよね。そうだよね、やっぱりそうなっちゃうんだよ。すごくロマンチックなデートだと思う。デートじゃないんだよな、普通に逃げてるだけなのよね。デートじゃないの？デートじゃないのよ。そうなの？誰に？いろんな人に。いろんな人に？この町来て座って聞いたよ。その何？何何？デートじゃないんだこれは。デートではないんじゃないかな。デートではないか。デートではない。デートっていうのはほらあれじゃない、なんかそのなに、どうした、どうしたの、あ、あーなになに、ちょっとごめん、喉が閉まってたわ。どういうのをデートっていうの。デートっていうのはそのあれじゃないか、そのあれだ、なんつんだその男女が男女が二人で、目的のある移動とかをした場合は、そうなんかあれデートになるんじゃないかな、それは。これは今目的がないからデートじゃないか。これはね、目的はないじゃないか。そのだから仕事帰りだよね。仕事帰りか。うん。なになになに、さっきのナンプどこ連れてきて、ああそうだよね、ああすまんすまん、そうだそうだ、ごめんごめん、なんかごめん、わがままで、ああいやいやいいよいいよ大丈夫だから、ごめんね、うん、そっか、じゃあバイシャンはデート誘うことあるの、ないな、あるわ、え、ねねを飛行場までデートしてくれたの。あでもね、デートっていうのはだからあのあれね、リップサービスでそういう風に言うことはあるよ。あれはあれはだからその、そういう側面もあるかもしれないな。ああ側面もね、うん、難しいな、難しいよな、ネネは難しかった。そう、ちょっと一つ確認してもいい？いいよ。害ない？害です。お前ほんまさ、全然あの違う、今日ちょっと、ね、ほんまにあのさほんまに、ほんまに、いやほん、ねえねえ、逆に、いやいやいや、逆にほんまに、逆にほんまに自分、やってるやん、それね、もっと早く言うやん。ちょっとあの、すっごい忙しくて今日、うん、疲れてて、うんひっそりやることだけやって寝ようかなって思ってて、うん、じゃあ明日もちょっと起きれるか微妙だったから、うん、スタイルやりとりした方が助かるだろうなと思って、害、害なんだね、害、の時にちょっと
やめよ。こんな濃厚にすんのはちょっとやめてもらっていい？さらっとでいいや。さらっとでいいか。うん、さらっとでもいい。うん、楽しくなっちゃった。楽しくなっちゃったんだよな。うん、やっぱナイトかガイトか。うん、関係ないもんな。マンションと会うと楽しくなっちゃって。そうだよ、関係ないんだ。うん。うん、そうなんだ。オッケーオッケー。じゃあなんで、うん、なんでランプ1台増えてんだろうっていうことにはなるわけだな。じゃあな、雰囲気、まあ、そのあの、うん、あの日記読むから大丈夫。ああ、そうかそうか。じゃあ、うん、日記をねちゃんとつけておくんだよ。うん、うん、じゃあまたまたあの素材また今度ね、今度ね、うん、その、うん、仕入れができたらまた頼むわ。ああ、わかったわかった。うん、ありがとう、助かるよ。うん、うん、ではでは。違う。違うよ、やっぱり、やっぱ、ガイでもないでも、さよならの時は、ちゃんとやってもらわないと。やっぱり、ちゃんとやってもらわないと、お礼にはなってきていますから。そんな、勢いで引き止められることなかなかないからびっくりしちゃったんだよ。いや、こっちは真剣、大事なことですから。大事なことなんだね。うんうん。ああ、そうか。あんまりでもこんな勢いで引き止めたことないかも。みんなもびっくりしちゃった自分で。じゃあちょっと待って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 、びっくりしちゃうから自分もこんな声出さないから。普段そうだよね。ああ、ちょっと立っちゃうから。ごめんちょっとか、うん、あのクリープ現象でちょっと勝手に前に出ちゃった。うん、じゃあね、バイ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 。じゃあね、バイバイ。ちゃんとやってバイバイねバイバイねね、あのゆっくり休んでね。うん、お疲れ、お疲れ、おやすみ。気をつけてね、雨降ってるからね、滑るから気をつけて。事故ってるのよ。もうやだ。